今日は契約した魂を取りに行こう。あいつだな。魂はまだそこらにいるはずだが。見つけた。こいつは生きがいいな。何しに来たんだノーラ。また邪魔をするのか。何なんだよ。ああ、神様は、なんて残酷な仕打ちをなさるのでしょうか。私たちのお父様を返してください。え？俺様の魂！どうしてくれんだよ、ノーラ。あれは、あなた、お父様。兄さん、勝手なことしてくれたな、ノーラ。おい。はい。あの仕事はどうした？契約は取れたのか？あのホテル経営の方はどうした？何やってる？お父様、お兄様方はお父様の指揮をこうして。お前の嫁ぎ先の出した損害が随分残っていたな。つまらん男にのぼせおって。ママ、お前らをここまでするのにどれだけ投資したと思っている。一銭と残らず返すまで働き続けろ。兄さん、あんまりだわ。お前の会社、えらく株が下がったな。旦那を返してほしくは娘に身売りでもさせることだな。黙ってろ。俺はそこの女はジロジロ見るんじゃない。見物料取るぞ。仕事だ仕事、ぼさっとするな。給料から差し引いてやる。なるほど、生きがいいわけだ。お父さん、もう父さんの望むようにはできません。お父様、愛ってご存知？イチゴみたいに甘くて酸っぱいの。もう限界だ。このフェベ、仕切り直せ。式を続行するぞ。皆様、大変お見苦しいところをお見せしました。それでは個人との永遠のお別れを。うわぁ、見たくないもの見ちゃったよ。もう帰ろう。早くあいつの魂返してくれ。返せないのか？うわぁ、お前ら全員クビだ。家族で殺し合ってる。あくまでもやらないのに。うわぁ、大変だ。こんな予定外の死者は天国も地獄も管理できないぞ。くそ、まったく、人間ってやつはアホばっかり。あら、多すぎるんだよ。慌てて撃ったから誰に誰の魂が入ったのかわからなくなっちまった。お父様、本当は不安でたまらなかったのね。腹は文句もなくただ咲くだけだ。それなのにわしは。あなた、私たち家族はみんな自分のことばかり見ていたのね。犬の記憶をたどってやっとわかったわ。なんだこりゃ。父さんに認めてほしかったんだよ。兄さんごめんね。私兄さん名義でたくさんのローンがあるの。犬がね、全部見ていたのよ。お父様、私やっと大人になれた気がするわ。父さんやみんなとこんなに分かり合えるなんて思わなかったよ。俺様としたことが魂取り損ねた。ジーザス。